生配信番組飛べばさあいよいよ始まりました TOBE メンバーで作る YouTube チャンネル飛べば、はい、この生配信をもって始動するということでございます。皆さんよろしくお願いします。さあ健康始まりましたね。はい、三宅です。よろしくお願いします。お願いします。いやこれ前代未聞の90分 ?60 分、はい、なっちゃう可能性ありますよ。もうここはもう粒ぞろいですから心含めてます。天然な人たちが集まりまくってますからね今日ね。後ろの方もまだ集まってるかもしれない。まだまだここも天然の人が出てくる可能性ありますから、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ続いてナンバーアイ。ナンバーアイって名前騎士がつけたんですか。そうですね、まあ、話し合ってですけど、はい、なんかまあ、みんなそれぞれ考えてきた中でどれがいいかってことで、まあ、僕が出したらいいんじゃないかって感じになってで決まりました。天才的でしたね。いじってます。いじってたらもうキャンセルしてるから。すごいいいと思います。今回このメンツでね、ちょっとバラエティーの形ですけど、ショーとかどう、今の意気込みとかは。いや、なんか本当どういうこの1時間半2時間になるんだろうっていう、すごい楽しみですね。ですし、もっとこの皆さんのことを知れるって思うと、すごいいい時間になりそうだなって。まあ確かに関係値もね、まだちょっと始まったばっかだしとかするからね。ジンとかどう。いや俺もやっぱりまだ話したことない人たちもいますし、なんかまあ今日はちょっと一発ぶち上げたいなって思って。ぶち上げたい打ち上げたいみたいな感じあるからね。さあそして IMP、 よろしくお願いします。 IMP です。お願いします。7人グループですね。はい、うん、リーダーが僕です。影か。はい、影山です。よろしくお願いします。影ね、はい、で最年長が、はい、僕と元井が、はい、はい、一緒ですね。上で一番下が、はい、ここのあ、下です。あ、この2人、はい、はい、そう、7人この今こういうね、はい、今集まりましたけど、はい、どうですか、行く前のことは。いや、 やっぱりみんな緊張してますね。緊張してます、ね、はい、はい、だいぶしてます、はい、だいぶしてます、はい、本当、はい、もうガチャン鈴木大河なんてもう肩力入っちゃってるんで、そうそう、緊張しちゃって慣れ方じゃないね。ちょっこれ履いちゃうとちょっと肩上がっちゃうんだよ。そうですね。こうなってるもんね。緊張が現れちゃってます、うん、なるほどな、はい、頑張ってみます。ケン君とこれ IMP とかどうなんですか、代わりというか。全然知らない。そうじゃない。全然知らないよ。関わりなんだから、影山くんと元井と、はいはい、あちらのあちらの影山、何名前何でしたっけ。あ、どうも IMP の元気印、二つの筋肉バキバキ、ツーバキバキ、椿大河です。お願いします。来ました。来ました。一緒に面白くした。はい、はい、ケン君はバッキーに目つけてるわけですね。いやいや逆逆、こっちが目つけられてる。グイグイ。だってもう大体 隣に座ってこようとするんだから。すいません、怖い、話したいことたくさんあって。怖い怖い。なるほどね、はい、ナンバーアイとはどういう関わりですか。ナンバーアイとは、まあそんな面識ないよね、まあ、実はそんなにないよね。でも結構そのなんかこうどっかのね、あの現場とかで会うと結構積極的に話しかけてくださるんで、その時にお話しするっていうぐらいですかね。いやもうだってかわいい、かわいいじゃん。確かにそうっすね。そうっすね。自分で言った。ナンバーイと IMP の関係値とはどうなんですか。いや、それはあんまりない。がっつりはないですね。はい、でも僕はあの港と神宮寺くんにご飯に連れてもらったことありますね。はい、そうなんですか、はい、ね、はい、次はイタリアに行く約束をしております。はい、よろしくお願いします。ジンが先輩になると。先輩ですね。先輩です。若干っすね。どのくらい、何年とか、どうですか、何ヶ月とか。この業界に入ったのはでも神宮寺くんのが僕より半年ぐらい先輩ですね。半年は、半年くらいの違いなんで、はい、はい、それでイタリアンです、次は。なんか背負ってるね。なんか背負ってるよね。怖いですね。計られてんだな。いやでも楽しいんで、また行きたいなと。このメンバーで実は先日あの皆さんで行きましたね。行きました。ハワイに行かせていただきました。これね、いい写真、かっこいいな。かっこいい。それぞれね、なんか僕とケン君でちょっと行ったりとか、うん、ましたね、ナンバーアイでそれぞれやったりとか、アイピンになりましたけど、はい、行きました。ね、僕なんか本当に初めて
ね、2人で本当だよね、そうですよね、初めてハワイ行くときに初めて同じ車に乗ったよね、そうっすよ、ね、向かいが一緒だからさ、あそこで初めましてぐらいの感じでさ、いや会ったことあるよ、全然あの挨拶ぐらいはあるんだけどまともに喋ったことはないから、そうっすよね、しかもケン君から最初道順的に乗るから、俺が後から入っていくかも緊張しちゃってさ、すごいなんか旅慣れたちっちゃいあのキャリーケースだったな。確かに合流した時にちっちゃいなとは思ったよね。七泊用が入ってるとは思えないぐらいの。本当に。俺をみんなと会った時に俺ちっちゃって思った。俺びっくりしたあのミッキーのヒロミッキーみたいな感じとかなんかちっちゃいやつ。でもやっぱハワイだからその開放的な感じじゃないですかやっぱり。それで結構やっぱ縮まる時間もやっぱ早いんじゃないですか。でもアクティブとかも一緒に行かせてもらったり。そうやったやった。すんごいはしゃいでたよ。いやはしゃい、ケン君も意外にはしゃいでた。俺はそんなはしゃいでない、めっちゃはしゃいでたよ。いや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 みたいな。すごかった。ケン君の背中見たらはしゃいでましたよ。背中で。俺ははしゃいでないって。背中がはしゃいでた。俺は大人な感じで言ってんだから。見たい。ナンバーワンはどうだった？ハワイは。楽しかったですね、めちゃめちゃ。めちゃくちゃ楽しかったですね。めちゃくちゃと食べましたね。ご飯とかもそれぞれ行ったりしたりとかね。なんか岸が最終日の方めっちゃ覚醒してたよね、ハワイでね。あ、覚醒しましたっけ？なんか人生観変わったね。そうですね、あ、確かに。人生変わった出来事がありましたね。あった、はい、だからなんかちょっと、まあ一皮二皮向けた自分ではいるつもりですね。あ、今もう、はい、結構、はい、向けたなというのが思い出できたね。IMP とかどうだった？ハワイ初めて？いや、ほとんど初めての人もいるんだよね、はい、海外が初めて、海外自体が初めて、初めての人もいるんだよね、はい、そこそこどうだったみんな、楽しかったですね、めっちゃ楽しかったです、だいぶはしゃいでましたね、はしゃぎました、いや、お前らはしゃいでたよ、はしゃぎました、バレました、俺だってビーチで一回さ、一緒にさ、はい、行ったじゃん、行きましたね、はい、ビーチで IMP が、あの人目をこう気にせず踊ってるんですよ、TikTok をちょっと撮りに行ってきました、トゥ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 やってた、クルージンです、クルージン、トゥ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 やってて、俺それずっと見てたんですけど、はい、なんかそしたら俺のことみんな持ち上げ出して海に俺のことない、やばい、すいませんでした、絶対忘れない、絶対忘れない、距離が縮まってんだから、特に元井は許さないです、なんでですか、いや、してやった顔してたからさ、いや、そんなことないですよ、いや、わかるっすね、楽しく、楽しくやってました、はい、楽しかった、ありがとうございます、で、俺落とされて、みんなのことも落とし返したんですけど、はい、新ただけ、やっぱ落とせなかったんです新たは OK、 なるほど、甘いな、まあ、このメンツでね、やらせていただくということでございますけども、はい、このトベ版では、ファンの皆さんから、あ、皆さんとも交流しながら一緒に作っていけたらと思っております、 2B オフィシャル X に僕らに聞きたい質問ややってほしいことなどじゃんじゃん投稿してください、よろしくお願いします、さあ今回ね、こうやって揃ってるということでいろんな企画を用意しております、まずは仲良くなってもらっていいですか、で立ち上がってまだ間もないってこともあるし、年齢も芸歴もバラバラということでね、はいはい、壁がまだね、あるんじゃないかなということで、今から順番に特定のメンバーに聞いてみたいことを名指しで質問してもらい、もっと仲良くなってもらおうという企画でございます、じゃあまずはじゃあ佐藤新から行こうか、はい、うん、僕、平野くんに質問なんですけど、あの平野くんが乗ってるバイクの後ろに乗りたいんですけど、すごいな、どうやったら乗れますかっていう、贅沢すぎない、贅沢だね、バイクにいつも乗ってたりとかするんだ、バイク、まあ、好きで結構、うん、はい、乗ってたりはしますね、で休みの日とかなんか行ったりとか、そうですね、僕の後ろに唯一乗ったことある人物が一人いるんですよ、まあ、ケイシーなんすけど、ケイシーケイシーがのどめっちゃ安心感けど、すごいっすね、安心感、はい、安心感、あ、安心できる運転だと思った、うん、なんかシンプル楽しめます、シンプル楽しめる、はい、めっちゃうまいっすよ、マジでうまい、いや、岸くんの
あのニーグリップって、はい、化け物みたいに強いんですよ。これこう後ろからこう乗って、なるほど、ね、後ろの人はこう、なんていうんですか、こう足を間でこう固定するじゃないですか。この力が強すぎて俺もう本当ウエストくびれんじゃないかって。結構僕も横から見たんですけど、まあ、友達同士ってやっぱ肩とかこうやって持つじゃないですか。そうじゃないですか。だけど岸君の場合もうこっちだよ。女子のやつじゃん。女子のやつだよね。これ別に怖いからとかじゃなくて、俺も一応免許持ってるんで、だからその気持ちが分かるんですよ。この安定感として、なんかちょっとこうやってニーグリップ弱い人乗せたりするとなんか運転しにくいっていうか、若干後ろがねバランス悪いと、だから運転しやすいようにと思ってやってたんですけど、確かにその蓋を開けてみると結構密着度はみっちみちでした。みっちみち。だからあなた的にはさ、あのどうやったら乗れるの、うん、確かに。いや、もうなんで、あのそこそこのニーグリップと肩手を置いてもらえば乗れますよ。ちょっと今やってみればいいじゃん。ちょっと、どういうことすか。いや、今さ、ちょっとさ、隣座ってさ、なんかちょっとイメージでさ、こういうイメージで、せっかくだからさ、はい、イメージしてみようよ。あー、いいじゃん、いいじゃん。いいよ、いいよ、バイクっぽいじゃん。いよいよバイクっぽいよ。あ、いいよ。ニーグリップね、ニーグリップ。まあ、程よくのニーグリップ。それ女子のやつだから。これ女子だから。カットだから。おお。弱いっすね。弱い。弱い先生。弱い。弱い。ちょっと実際どうなんですか。実際どうなのか。実際のマジで乗ったの。実際のニーグリップを KC のニーグリップ見せてください。俺実際今回 KC のやつだと、KC のだとどうなるんですか。痛い痛い痛い。痛いよ。痛いんだよ、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ痛いんだよ。こんくらい結構めちゃくちゃ。明らかにビビってる人のやつじゃない。そうだね。そう、でもやっぱバイクとかの運転はやっぱ自信があるんで、全然あの安心して乗ってもらえる。でもイメージできたんじゃない。よかった、新た。確かに。筋トレだね。そうですね。あのそうです、ちょっとドキドキしてる、はい、めちゃくちゃ緊張した。まあでも今の季節ちょっと寒いからね、はい、もうちょっと暖かくなったら、まあ、タイミングがあれば。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと、じゃあ平野次、あ、じゃあ元井ね、元井行ってみようか、はい、いいですか、うん、これちょっとこの場を借りてちょっと聞きたいんですけど、岸君にちょっと質問をさせていただこうと思って。あの僕たち IMP こうデビューさせていただいて、まあまだちょっと浅いんですけども、ちょっとみんなの中でちょっと気になっていることがあって、はいはいはい、ぶっちゃけ岸君はあの何 L に住まわれてますか。広さ気になりますね。プライベート全然わかんないから。確かに、どんな家に住んでるの。いや俺逆に気になりますけど。いやいやいや、でもそれで言ったら俺とジンも知らない。えっ、そうなんですか。家行ったことないの。ないっす。入れてくれないっす。入れてくれないっす。うわ、めっちゃ気になる。ケイシー家に人入れないので、なんかなんていうか、結構どちらかというとちょっと汚いお部屋。お部屋、お部屋までは行かないですけど、まあ、なんかあんま人呼ぶにね、ちょっと時間が欲しいタイプの人間で、あ、まあ、準備が必要なんですけど、まあ、広さで言ったら、けどまあ多分、こんぐらいは。ガチ言っていいですか。マジで、人生でこれはないです。それ3出てる。ない。一番広くて、こんくらいですけど。いやいやいや、けど実際今リアルにこれです。でも神宮寺くん、神宮寺くんが、はい、多分違う。ワンエワンエルだけど。マジで。俺。ワンエルだけど300平米のところに住んでる。やばい。住んでないです。マジで。壁ぶち抜いたパターン。マジ、いやいやいや。もったいないって思っちゃいます。俺逆に。もったいない。え、けどあの本当にワンっすね。ワン。ワンエルっすね。ワンエルなんで。全然本当。大したことないですよ、はい、ちゃんと行っちゃうんだね。広さくらいは大丈夫。広さは大丈夫。嘘つけないから広さは大丈夫です。広さはどこかは言えないですけど、広さは、はい、どこか言っちゃダメだもん。それはさすがに分かるですよ、ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあショー次行ってみて。俺いいですか。俺あの影山なんですけど、影なんですけど、いやなんか結構ナンバーアイと IMP って意外と同世代だし、うん、そうですね。そのこの業界で入って歴で言っても意外と近いんですよ、うん、だからなんかもうちょいこの距離感近くてもいいのになって、まあ、最近思ってて、はい、でも思い返せばそういえば昔影山って俺のこと結構タメ口とかだったよな。これは事件だって思ってて、
あれと思って、はい、まあ、7月頃に、うん、2B の方に来させていただいて、で影山に会って、はい、なんかおはようみたいに言ったら、社君おはようございますみたいな感じになってたから、あれなんでだろうと思って、じゃ逆にこれはちょっと寂しいんですよ僕らからしたら。そう、うん、だからなんでその敬語になっちゃったんだろうな、なんで変わっちゃったのかって、うん、どうしたの。確かにタメ語で話させてもらってました当時は、うん、そうタメ口だったのね。でもやっぱ 2B に入られたのはナンバーアイさんが先なので、それはもう先輩です。あ、そういう歴史。そういうことです。あ、そうなんですか。いや、多分違うと思います。俺そしたら、俺そしたら貫けて後輩だよ。あ、ほら、お願いします。はい、お願いします。せーよ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 、新しく入った後輩の北山君。やべー、ほら、やばい、バキバキに頑張ります。バキバキの新人です。バキバキの新人です。違います、違います。ってことになっちゃう。なっちゃう、なっちゃうじゃん。ってことはもう後輩になっちゃう。いや、違います、違います。すいません、ごめんなさい。なんでなんでそうなったの。いやちょっとなんかもうちょっとあの距離感が分からなくなってしまったっていうのが正直なところありますね。確かに一時期ちょっとね、あんまコミュニケーション取るタイミングとかなかったから、ね、合わなくなるし、ね、いやだからぜひタメ口を使ってもらいたいなと思って。いや無理っすよもう今は。今はもう無理っすね。いやタメ口時代知ってるからすっげえうさんくさいんだよね、なんか。そう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 。ちょっとタメ口聞いてみた。いや今いつに。ちょっとせっかくの機会。距離縮めればいいじゃん。今カメラさんちょっと影山君に寄ってください。尋常じゃない汗かいてます。いやいい。いや汗かいてます。じゃあいつかそれこそ僕の後ろ乗ってどっか行こうよ。あれ。やばい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 。なんかごめん。なんかごめんって。なんかごめん。違う違う、そういう意味じゃない。気まずいよちょっと。いやだその距離縮めるために、ね、いやもうぜひぜひぜひ。だって昔僕の車とかに乗って、そう、俺ん家も来たことあるんですよ。行きました。めっちゃ仲いいじゃん。そんな仲良かったの。そう、僕は全く記憶ないんですけど。ちょっと待ってくださいよ。ありですよ。行きましたよちゃんと。ちゃんと行きました。いやだから徐々にこう、はい、なるほど、はい、タメ口にして止められたら。ありがとうございます。今日のどっかやっぱ入ってほしいよね。そういうのね、なんかこの時間ぐらいでね成長する。わかりますね。頑張ります。はい、そういいですね。できたということで。じゃあジン。はい。どうしましょうか。そうっすね。めっちゃこれ考えたんですよ。おお。何を質問しようかなって。確かにね、改まってね質問するってなかなかね、そうなんです、ない機会だから。で一番ベーシックなやつでもいいですか。ベーシック、そういうのも大歓迎。ちょっと横原君。おー、横、はいはい、なんか何ですか。嬉しそう。あのなんか好きな人って言いますか。いや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 、どんなこと聞いてんすか。純粋にってこと。純粋に、あ、そう、2B のね。今びっくりしたよ。今現在好きな人いますかって聞いてる。 2B で、 2B です。好きな人、2B で。いやもう皆さんももちろん好きですけど、特にみたいな。でも北山くんは結構何回かご飯連れてもらったりとかしてもいるんで、結構すごい僕は好きですね。この子らはね、よく食べるからさ。めっちゃ食べてるんですか。めっちゃ食べるからさ。そう、あれです。まあコミュニケーションというかね。そうですね、美味しいものを食べて。はい、そうです。いいっすね。なんかすごい気になってました、それ。誰が好きなのか、誰が好きなのかなって。あ、なるほどね、はい、その割にあっさり終わっちゃいましたね。いやなんかクールな印象が。あ、いや、まあ、そうですね、そうですね。ちょっとなんかミステリアスっぽいな。あ、本当ですか。いや全然そんなことないですよ。そうなんです。ずっとふざけてますよ。結構ボケたがりなんですよ。あ、そうなんだ。全然全然ボケたがりじゃ見えない。見えないですか。いやもう全然全然。なんかお笑いとかも好きだった。あ、そうです。お笑い大好きなんで。お笑いが好きなの。そんな驚きます。意外とあるよね。やっぱあるっすね。あ、マジっすか。あります。いやいやいや全然全然。ありがとうね、好きな人教えてくれて。やめてください。なんすかそのトーン。ありがとうございます。こちらこそ。なるほどね。じゃあちょっと次はケンさん。はい、行ってみましょうか。いやこれどうしようか。じゃあまずじゃあ一発目、軽いやつ。お、一発目。あの平野に聞きたいんだけど、いつもさ、重そうなチェーンしてんじゃん。はいはい、してんじゃん、はい、何連も。あれ、肩凝らないシンプルにね。あれ、俺来たらお風呂入る時とかもしてんのか。いやいや、外してますよ。飛行機の時とかも長いじゃん、はい、時間、はい、ずっとしてんのかなってのすっごい気になる。確かに。だからですか、今日寝返りとか打った時にここにぶっ刺さったりとかしてんじゃない。それのためなんですね。だから今日、ケン君で現場入ってきて、一発目が今日ネックレス少ないねだったから、
その質問のためだったんですね。そうだから多い日はやっぱなんか調子がいい日なのかなって首の調子とか確かに相当調子いいです。調子いい、はい、ただあの本当2日前ぐらいに寝違えちゃって寝違えたの、はい、それであの若干首痛いんで、うん、今もこう向くんですけど、うん、なんでそれでちょっと今日はライトなだから本数が今日少ない、はい、そういうこと。そうですそうです。でやっぱある程度重さがあるみたいな。そうですね、うん、ある程度重さありますね、いつもは。まあ、でも首も鍛えられる。僕はトレーニングもしてるんで、彼。そうです。首も、その目的の？その目的じゃないですか。ボクサー？違う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 。こっちケース、ウェイトケース。ウェイトケース。でもなんかさ、平野にさ、え、あの、トレーニングしてんでしょって言ったら、いやいや、一切やってないですっていつも言うじゃん。いや、一切やってないんですよ、本当に。嘘です。いや、嘘じゃない。絶対やってない。だから嘘じゃない。本当はどっちなの？ここずっとそのやり取りしてんの。いやいや、本当にやってないですよ。いや、本当にやってないです。僕もう生きてるだけで筋肉つくみたいなことよく言って。いやいや、もう本当にそうですよ。もう歯ブラシだけでもつきますし。どう思う？それは。いや、絶対してますよ、あの。なんかホテルとか隣になった時に、うん、吐息が、うん、そうやっていくんだ。ホテルやってる。ホテルでベンチ上げてる。ベンチ上げてる。基本的にキャリーバッグも大きめだったりするんですよ。重りが入ってる。そう、全く違います。全く違います。そうです。 DNA がすごいですね、実際は。そうなんだ。だからあんま苦に思わないですね、太いにつけてても。そうなんだ。いやだからドラゴンボールのあの重いなんか道着着てるみたいなことあれ落としたらボーンみたいな。ピッコロと同じにしないでください。違いますか。違うか。なるほどね。椿は、はい、どうなの。椿も鍛えてるよね。あ、僕は、はい、筋トレ好きです。あ、そうなんだ、はい、すごい。胸筋がすごい。胸筋が結構なんかね、ついてる感じあるもんね。胸筋マジでかいっす。な、脱がなくて。いやいやいや、胸筋あります、胸筋あります。確かにね、バッキバキつけなくて。いつからでもそんな鍛えるキャラになったわけ。いつから。でもこう7人でお仕事させてもらうようになってから、何か自分にキャラがと思っていろいろやりすぎたのはありますね。そうなんだ。いろいろ手出しちゃったのは。いろいろ手出した結果ムキムキになっちゃったの。な、ここだけ。おっぱいだけ。お腹はお腹。それを言うことによってダメになっちゃう。全然大丈夫だよ。お腹全然割れなくて悩んでるんですよ。一番ダメなやつじゃん。そうなんですよ。ここばっか鍛えちゃう人ね。そうなんですよ。だからこっちも行きたいなと思って。成果が出やすいから、ね、そう出やすいですよ、私。なるほど、はい、ちょっとこっちもお願いしますよ。こっちも頑張ります、ちょっと。そんなバッキーなんかありますか、質問。あ、いいですか、うん、あの、僕身長172センチなんですけど、うん、はいはい、このIMPの中で下から2番目なんですよ、うん、みんなでかいってこと。みんな大きくて、でも172でちっちゃいって言われるのすごい悔しくって。なるほど。なんか大きく見せるコツみたいなのありますか。何の話。なんかそのもっと大きく堂々としたいんですけど、数字がやっぱ出ちゃってるんで。あ、なるほど。大きく見られたい。大きく見られたい。170以下の俺たちに言ってる。すいません。だからこそ何かあるかな。俺たちみたいミニマムなのに言ってんのか。あれ、いやいや、俺たち170。悪いよこれ。それは俺たち170の壁超えられてないんだろ。やばいやばい。俺違いますみたいな。俺は違いますみたいな顔してんじゃねえよ。いやいや、だって今日ね、元井くんなんか上げ底のブーツみたいなの履いてるんで。いやいや、ちょっと映さないでください、ダメですよ。お前尖ってんな。いやいや、いい、これ一緒。なんかちょっと危ない、危ないな。いやいや、ちょっと、うわ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 う今日の椅子座れないんですよ。高いね。ちょっと高いんですよ。めっちゃかっこいいわ。これないと座れない。何、足つけないってこと。めっちゃスタイルよく見えるんですよ。ね、すっごい足長いよね。めっちゃいいよ。足長効果半端じゃない。結果的になんかあそこ履けばいいと思う。履きます。そうそうそう。それが聞かれました。解決。ノートタイガー、ちょっと質問ある、はい、お、あ、いいですか。どうぞ。三宅さんに、はい、質問なんですけど、三宅さんでもいくつになられてももうお綺麗じゃないですか、うん、いや、なんかそのコツってあるんですか。コツ、コツ、はい、いや、ケン君いつまでもコツって、だって別に肌めちゃめちゃ綺麗、めちゃ綺麗、コツなんて言われても、まあ保湿だよ、保湿。保湿するしかない。もう特にこの乾燥の時期、保湿してください。
わかりました。保湿。保湿、心がけます。気づいたら保湿してください。わかりました。わかりました。ありがとうございます。気づいたら。ハワイでもずっと言ってましたもんね。あの、あと日焼け。日焼け。日焼けね。ずっと言われてた。日焼けが一番の、劣化の原因です。すごい塗ってましたもんね、ちゃんとしっかり、ね、塗っててもやっぱハワイの日差し強いからさ、そうですよ、焼けるんだよ。俺同じ量ぐらい塗ってんのに俺すぐ焼けちゃって、もう今結構黒いですから。でもやっぱその人にもいいんじゃない、そのメラニンを持ってるとか持ってないとか、焼けやすいとかもあるのかもね。保湿と日焼けだって覚えました。ありがとうございます。覚えました。なるほど、皆さん質問が出たところで、はい、さあ続いての企画参りましょうか。はい、2B だけが知らない世界。このね、お仕事やってるとなかなか行けない場所とか、うん、会えないことってあるんじゃないかなと思いますけどね。ケンさんも結構やっぱ芸歴もありますから、はい、こういう経験あるんじゃないですか。いや、まあ僕なんかは割と自由にさせてもらってますから。本当ですか。いろんなとこ行きますけど。本当ですか。行くよ、全然行くよ。気にしないもん。気にしない。いや、あの場所、そのやれないこととかはどうですか。やれないことってなんだろうな。例えば僕で言ったらなんですけど、値札を見れない。値札を見れない。服屋さんとか。いくらって聞けないってこと。聞けないですし、芸能人だから見れないですね。なんかこう、例えば店員さんが見てて、値札を見てこう戻した時、あ、予算より高かったんだなって思われる。なるほど。嫌なんですよ。そんな見えはんなくていいじゃん。そう、でもやっぱ逃げる人とかもいるじゃないですか、やっぱ芸能人の方でも。そういうのも信じられない。信じられない。信じられない。KC とかそれどうなの。俺はけどそれで言うと、ネギりれそうなところはネギります。え、なんかそういうイメージ通り。KC、俺も、そんな安く買えるもん、安く買いたいよな。いけるもんなん。買えるこれはもう使った方がいいですよね、じゃんじゃん。なあ、なあ、なあ、節約だよな。いや、すごい。いや、俺できない。 R&B とかはどう、なんかやりたくてもやれないことだったりとか。どうですか、新たとかどうですか、これやりたくてもやれないこと。うん、でもなんかファミレスとかは行く回数減ったかもしれない。昔に比べて。昔に比べて。なるほどね。ちょっとオープンすぎるとだったりとかってことなのかな。そうだよね、もうみんなみたいなね、もうワーキャー言われるような子たちはもう行くところなかなかないでしょ。いや、健康ですよ。健康です。これ意外と大丈夫。いやいや、大丈夫だよ。だから僕らも全然ファミリーレストランも行かせてもらって。行きます。行くの全然行かせてもらいます。まあでも多分一瞬やっぱりこうバレた時にこうお店にご迷惑がかかっちゃうとか、そういうところはやっぱよぎっちゃいますけど。確かにそういうのがある。とかね、ディズニーランドとかもね、なかなか行けないよね。もしもうさ、だってこの3人いたら、俺が女子高生だったらもうすぐ見つけるよね。もう大興奮しちゃう。そんな結構見てみたいけどな。さあ、そんな我々だけが知らない世界を初体験しに行く企画ということでございます。はい、まあ、なかなか行けない場所に今回ロケに行ってくれたということで、 IMP のみんなが、はいはいはい、行かせていただきました。どうでしたか。いや、もう本当にあの僕たちがロケをしに行って初挑戦なこともやってみたんで、うん、見ていただきたいので、まずは僕とそして影山、横原、椿の4人である人気回転寿司店に行ってきましたので、まずはこちらをご覧ください。2B だけが知らない世界。ありがとうございます。お願いします。 IMP の本石俊介です。お願いします。 IMP リーダーの影山拓也です。よろしくお願いします。 IMP の横原裕貴です。よろしくお願いします。 IMP の元気印、2つの筋肉がバキバキ。やってるね。また当てる、当てる。必ず言ってんだ。必ず言ってんだ。上げていきましょう。早いっすね。朝7時。あ、でもいいじゃん、築地に行ったみたいな。アイドルなかなか行けない場所に行ってみようということでですね、スシロー新宿西口店にお邪魔してます。貸し切りだよ、貸し切り。確かにやっぱりこうみんなでご飯食べに行くってなった時にこうまとまって行けたりはしないもんね。そうなんですね。確かに。僕はあれですね、よく学生の時に、うんうん、もう学校の近くにちょっと会って、はいはい、よくみんなで友達と一緒に行ったりとかしてましたね。はい、スシローさんのお寿司もう食べたいでしょ。食べたいです。もちろんだよね。食べに来たんでしょ。はい、食べに来ました。今日はもうみんなに思う存分食べてもらうという。あ、
え、そういうご褒美ロケ、もうほぼご褒美企画って僕は聞いてます。最高じゃないですか。そうなんですよ。店長さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうたくさん食べちゃって大丈夫なんですか？あ、もうもちろん、ご自由に。ありがとうございます。で、今もう開店前をわざわざこうやってくれてるじゃん。そうだよ。今日開店できない可能性あるよ、だって。食べ尽くしちゃって。ネタ切れで。俺らが食べ尽くしちゃって。ね、食べそうだもん。何皿ぐらい食べます？回転寿司でね。20。え、20はいけるね。20は通過点です、僕。家庭でしかない。家庭でしかない。あ、そうなん？なんですか、これ。今日実はすごいことがある。お、何ですか？すごいこと。今回トベ版初回生配信を記念いたしまして、スシローさんとコラボが実現したということで、すごい。 QB 厳選トベ版3巻盛りを作れるらしいです。3巻盛りよくあるやつ、嬉しいやつですね。出してくれるメニューで作れるってこと、俺らが。え、じゃない、そういうことだよね。やっぱこれ、それすごいね。これプレッシャー半端ない。夢があるな。責任かかってるよ。そうなんですよ。楽しもうみたいな言ってたのなんかおかしいなと思ったけどね。そうね。これから僕たちがやることは、はいはい、たくさんあるグランドメニューの中から、ありますよ、 IMP の中で10ネタまで厳選するという、はいはい、最終的に生配信中に QB 厳選トベ版3巻盛りを発表します。生配信中に厳選するんだ。まずは食べまくんないとね。そうだね、そう、知らないといけないんで、はい、もう食べて食べて食べまくりましょう、うん、今日は、うん、すごい大変だけど、ビジョンがあるね。すごくない？めちゃくちゃ大きいモニターついてんだけど。すごい。すごい。何これ？今こんなになってる。はい。進化してる。やばいね。すげえ。そしてですね、実際にこうデジタルに流れてるような感じで、はい、映しているデジローというシステムになります。令和だわ。令和。すごい。すごい。回転寿司も。まずじゃあリーダー何食べる？俺はもう絶対頼むやつ。ちょっと待ってね。オニオンサーモン。あ、これはもう外せないですね。すごいすごいすごい。うまいよな。何入れたか分かるんだね、すぐ。中トロ行こうかな。いいね。いや、うわ、そうだよね。中トロ、ね、中トロ行きます。俺、これ行こう。うまくない？いきなり贅沢じゃない？大トロ焦がし醤油。いいね、焦がし醤油最高。僕、エビ大好きなんですよ。エビ、あ、いいね。エビ、カニ、あ、え、粒貝あんだけど。めっちゃ好きなんだよ。大粒、大粒、大粒。これいかしていただいていいですか？わあ、いいね。すげえワクワクすんな、これ。待ってる時間も楽しいよな。アップしてじゃん。来てる、来てる、来てる。マジマジ、来てる、来てる。同心に戻ってる。うわ、こうやって出てくんだね。ちょっと来てくすぎない？これ持っていいか？粒貝。シューッてまた来る。おー、来た来た来た。あ、そうそうそう。来た。オニオンサーモン。オニオンサーモン。ありがとう。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。いいよ、いっちゃえよ。マジで？オニオンサーモン、いさし。いさし。よこそしすぎて。ちょっと、うるせない。いただきます。そのままいったよね。うわ。いや、おいしいでしょ。うん。喋りたくない。喋りたくない。もうみんなから人気。人気だね。いや、横の気になるな。焦がし醤油ね。うんまいわ。いや、うまいわ。美味しい。やばいでしょ。めっちゃくちゃうまい。お寿司ってさ、人が食べてるネタめっちゃ気になるから。わかるからね。全部行きたくなる。ね。おいしい。いただきます。脂っこい、すごい。そうだな。どうだ、スワッキー。うん。どうだ、スワッキー。いいね、いいね、いいね。めちゃくちゃいいね。キラ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 。ああ。いただきます。お寿司っていいよね。うわ、もうこの食感がいい。最高だよ。大好き。粒がいいよな。美味しそう。本当に。絶対頼んでるもん。うん。わかる。じゃバンバン頼む。バンバン頼んでるか。で、まず一回食べないと。そうそう。選べないもん。そうそうなのよ。ね。モドロー。いや。いや。これ何だ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 。何？ダック寿司スロット。ティーバー？何何？何何？ダック寿司。ティーバー。スタート。なんかイントネーション変じゃない？ダック寿司を揃えよう。うわ。ダック寿司。楽しそうこれ。こんなのできるんだ。何これ。テンション上がりよ。すごいじゃん。どうやっていいのこんなの。
来るか。マグロ。ああ、来るんじゃない？もう一人一人来るよ。来るよ。確定。確定。スタッフさん逆にやってるタイプね。格言する？意地悪な人だ。回転で。意地悪な。すごい。来ました。どんどん来ました。これ俺だね。いいねいいね。じゃあ行っときます。行きます。縁が美味しい。縁がうめえよ。あ、いいよな。縁がうまい。美味しいですよね。そのイカ俺のだべ。違うよ。イカ塩レモン頼んだ。あ、間違えた。あるある。頼みすぎて永遠に来るんだけど。イカ塩レモン。えぐすぎる量が。どんどん食べていこう。すごい。俺高いもん専門行くわ。高いもん専門。食べないでしょうか。軍艦王子。もう軍艦頭から攻めていくわ。軍艦オンリー、うん、軍艦欲しい。ゲーム始まった。やばいやばい。あ、タラコも美味しそう。やべにしまう。エバチマグロ行こう。うん。マグロいいね。マグロ。ねえねえ。これは意味がわかんない。怖い。急にね。ね。お願いします。のりを食べた時、彼女の前歯にのりがついてた時に彼女にさりげなく気づかせるかっこいい一言。何よ。それは教えてあげないと。むちゃくちゃだもんね。つばくん、つばくんちょっとお手本見せて、つばくん。ごめんな、つばくん。お願いお願い。つばくんお願い。できるじゃん、そういうドラマチックな発想。よく言ってるじゃん。言ってないよ。なんかおしゃれしてるし。かっこよかった。つばくん、よろしくお願いします。よかったよ。メロディー。どう、ワイプで自分のこと見てる感じ。あ、来てた。どう、今自分で自分のこと見てる感じ。もうへい。ん？あ、嘘。え？あ、ノリついてる？え？ね。トベコもノリついてるよ。トベコがノリついてる。ノリノリだね、スシロー。ちょっと下で。やばい、どう？どう？爆速で怖くなったんだ。もうスピードで最後怖かった。全部自己紹介挨拶みたいな。一緒にするってなかった。後ろ巻き添えにしたよね、完全に。一気にお腹いっぱいになった。だからさ、こういうのはさ、新た、ミナト、タイガがさ、そういうの得意じゃん。そういうやっぱり、比べてさ、アイデル部門ないよ。あんたたちじゃなんなんですか。アイデル、アイデル部門ね。彼らは彼らで、なんか別でロケするみたいですよ。あ、ほんと？今してんのか、ちょっとどうなのかちょっとわかんないんだけど、だから、あの3人にもやらしてくださいね。悪魔の胸キュン。よろしくお願いします。ガチのせいだったの。ガチガチにお願いします。むしろそれぐらいのなんかあのないと、あいつら3人でどうやって回してんのか。そうなの？え、回してる。本当にこっちにいるからな。鈴木隊が。ああ、なるほど。あ、そうなんだ。誰かが言っとかないといけないんだ。本来は。ほとんど食べたんじゃない？マジで。結構食べてる。結構食べてる。結構いってる。イカ塩レモンめっちゃ美味しい。めっちゃうまい。あれやば。入ると思う。あれやば。ありだね。食べ物にお塩をかけて食べたい人。俺もそうなんだけど、よく寿司に塩かけるときあるんだよ。もうそれまさに再現してくれる。なるほどね。こうやって美味しかったやつプレゼンしていって絞っていかないと一生食事になっちゃう。そう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 。でも 2B メンバーで選ぶものだからね。最終的には。確かに。それこそさっきさ、モッティが食べてた縁側はさ、確かだけど平野くんの大好物だった気がする。おお、よく知ってるね。大好き大好き。確か。例えばそれが選ばれたとしてさ。平野くんの好きなものを食べれるって良くないファンだよね。嬉しい嬉しい。ちょっとそういうのも視野に入れつつ選んでった方が先輩好きそうだな、この商品。そう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 。わかりましたわかりました。あのマグロ系、絶対ケンさん好きなもの入ってます。当たり。おお、やった。どういうことですか、これ。どういうこと。マグロなんだよ。ケンさんってさ、絶好調だね。いいね。マグロの中に中トロとかよく食べられるんじゃないかなっていう印象はありますね。中トロはでも10ネタの中に入れておきたいね。ね。うん。え、北山くんどうする。赤身系ではなかったと思う、俺も確か。確かに。白身魚とかめっちゃ好き。こっちだと思うね。タイじゃない。ちょっとタイ、何を根拠に展開したの。
で、イメージです。イメージ、イメージね。イクラとウニ系が美味しいって言ったの。俺は確実ですもん。そう、ご飯屋さん行った時に出てきた。それ出てきたやつじゃん。美味しい美味しいって言ってたから。確実です。サーモンイクラね。サーモンイクラか。あ、サーモンイクラいいじゃん。大好きです。あ、うまそう。あ、何か。これも言ってない、もう一回頼んでみる、サーモンイクラの、うん、俺いつ行ってみるわ。サーモンイクラなんて最高じゃん。最高っすね。あのさ、こっからさ、厳選してこうぜのタイミングでさ、味噌汁やめてくんない。食事やん。一旦その、腹をちょっと腹をきれいにするみたいな。これ最高でしょ。ちょっとね、清め、清め、味噌汁で清める。清める汁で清める。めっちゃ好きなんだよ、美味しい。お椀うまっ。まだいいかも。ですね。確か北山くんは白身系だったよね。ヨネだ。ヨネじゃん。最近の白身。はい。決まった時。まあまあまあ。北山くんってさ、めちゃくちゃ優しいよな。めちゃめちゃ優しい。ね。めちゃめちゃ優しい。お前ポイントあげただろ。優しい優しいでさ。なんかスタジオで見ると思ってるからポイントあげただろ。俺が隣座ったらさ、隣お前かよって言うんだけど、 笑ってんだよね。この辺で笑ってんだよ。お前クソいじってんじゃねえか。そんなことないですけど。めっちゃ食べてる。すごいね、14皿。めっちゃ食ってる。うまいね。安定だよね。安定してやっぱ。マダイは美味しい。絶対美味しいんですよ。いいぞ。好きだよ、俺も。じゃあ、いくら食べたんだもんね。神宮寺くんが、あー、これうまそう。ありがとう。これ絶対美味しい。これ美味しそう。今ので怒られてるよね。スタジオで。影、どう？一回も成功してなくない？もしかしたら。いただきます。朝苦手。どうですか？当たりました。当たりました。これを見た瞬間、うん、神宮寺君とご飯に行かせてもらった日のこと、うわーって蘇ってきましたね。本当にやっぱり食べてました。じゃあもうそれかも。どういうこと？僕も分かんない。もう返されてんのよ。もうそれかもねじゃないでしょ。あんだけの情報で。あの岸君のイメージで、ね、岸君うるさいよ。岸うるさいんだ。いやいやいや、もう好きなものしかないですよ、むしろ。確かに大きい、大きくて豪快な感じ。そうね、なるほどね。大エビ行こうか。これが僕らが厳選した10ネタです。じゃじゃん。こっからさらに3つ、3つに、はい、こっから、こっからさらにね、うん、より厳選していって、はい、うん、もう珠玉のやっぱネタをやっぱ決めていこうかなという感じで、はい、ね、俺らもうほぼ全部食べたじゃん。いや、そうなんですよ。これ見てほしいもん、本当に。全部食べた結果、なんだかんだこういうの戻ってくるのよ。そうね。王道なネタに戻ってきちゃうね、やっぱ。以上の僕たちが厳選しました、この10ネタをスタジオに持ち込み、生配信の中で、スシロー、そしてトベ版のコラボ、2B 厳選トベ版三冠盛りをみんなで決めていきたいと思います。お願いします。お願いします。さあ皆さん、ということで皆さんの目の前にスシローさんの寿司レーンを持ってきました。ありがとうございます。最高じゃん。すごい。そうなんですよ。こんなことある？いや、もうこれ回してもらう必要ないんですよ。ないわ。そんなにやらなくて。いや、もう全面協力で、目の前にあればお皿とかも全部もうスシローさん。全部持ってきてくれたんだ。再現、再現です。すごい、はい、嬉しい。できました。すごいね。はい、そして今この目の前を回っているのが我々が選んだ10ネタとなっております。なるほど。はい、というわけで、はい、あのどうですか、あの VTR 見てもらって、うん、なんか、あ、これは確かになんか合ってるなとか、逆になんかありました、そういう。僕はあの中トロ赤身好きっていうのはあってます。おー、ありがとうございます。言っていただいて、はい、まあ、でも僕も縁側好きって昔から言ってるんで、はい、合ってますね。よかった、楽しみです、楽しみです。いや、すごい調べたんですよ。あ、調べたの？もうめちゃくちゃ、はい、リサーチにリサーチを重ねて、はい、いや、せっかく選ぶのであればもうみんなでね、今日決めていこうということで、確かに、はい、決めさせていただいたんですけれども、うん、はい、北山君なんかちょっとなんか違和感ありました？いやいや、リサーチしたって、俺白身好きって一回も行ったことないから。好きですよ、美味しいし、はいはい、もうちょっと食べるけど、はい、そんなグッて押したことはない。
本当ですか。え、タフどうなってる。いや、一緒にお寿司行かせてもらった時に、うんうんうん、北山君、赤身より白身を結構食べられてたイメージがあったので、うんうん、白身に酔っ払ってたんじゃない。色すら分かんなくなっちゃう。大将は一品目握ったのは白身だった。あ、そうですね。まあ、というわけで、はい、ちょっとこちらの目の前にあるこの10ネタから、はいはい、皆さんで選んでいただき、そして最高の3巻で、うん、2B 厳選戸部館を3巻盛りを作っていこうかなと。これすごいよ。これでももうさ、食べないと分かんないよ。そうですね。確かに食べようよ、もう。はい、もう確かに、せっかくなので皆さん、ぜひぜひぜひ。いただきます。僕らが選んでください。いただきます。いただきます。ぜひぜひ。ありがとうございます。さあ、皆さんに選んでもらったメニューがなんとですね、全国展開されるということなので、すげえ、真剣にちょっと選んでいただいて、はい、決めていこうかなと思うんですが、美味しそう。醤油もこだわってる。そうなんですよ。いやー、甘だれもね。というわけで決めていくんですけれども、はいはいはい、生配信ということもありまして、はいはい、申し訳ないんですが、ちょっと5分間っていう短い時間が取れる。無理でした。食べるんですよ。すみません、ちょっと生配信なんで。何分入れるんじゃないんだ。短い。なんでもどんどん食べた方がいいと思う。どんどん食べていただきました。はい、すごいね。決めていっていただけたらなと思います。はい、食べていきましょう。どんどんいいよ、食べて。はい、どうですか。おのおの好き。はい、いいですか。いきましょう。いただきます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 。僕らはエビ選んだんで、はい、あ、じゃあエビいいですか。神宮寺君もそうだよね、はい、ぜひ。これせっかく選んでくれたんだったら、うん、そうそう、選んで。あ、もうぜひぜひ。確かに。あ、これな。すみません、すみません、ありがとうございます。もうこれ確実です。やばいね。確実に神宮寺君が好きなんで、食べていただいて。サーモンイクラ軍艦。いや、もうやばい。ぜひぜひ。もうどんどん回ってくるんで、縁側は遠慮せずに皆さんも、はい、IMP のみんなも食べてもらって。はい、はい、いただきます。いただきます。いただきます。うわ、当たってくれ、頼む。いや、ちょっとね、あれがないんだ。これは端っこ余ってませんか。あ、あります。こっちにあります。こちらあります。ありますよ。これもみんなの2人余ってたら、すみません、余ってたらいただけると。ありがとうございます。本当に結構たくさん食べて選んだんで、はい、うん、おいしい、おいしい。わ、喜んでくれてる。俺らが握ったわけじゃない。嬉しいじゃないですか。ケイさん、お味どうですか。そうね、そうね、最高です。はい、タッチ出ました。うん、おいしい。ました。めちゃくちゃ美味しい。嬉しいね。嬉しいな。塩味ね。やば。マダイ。マダイです。いただきます。はい。北山君の感想をちょっと言ってください。余ってますか。うまい。いやー、よかった。よかった。美味しいな。嬉しい。塩も好きよ。美味しいですもんね。めちゃめちゃ。確かに。うま。いや、もうどん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 。はい。やば、めちゃくちゃ美味しいね。これ慣れんじゃんな。そうなんですよ。だいぶ僕らもこの10ネタに絞るまでにね、だいぶ悩んだんで、うん、めちゃめちゃ迷う、はい、ここからもちょっと先輩の力をお借りして決めていきたいんで、はい、岸君がめっちゃハイペースで食べてます。すごいハイペースで。超幸せです。いくらさんもうまい。めっちゃうまい。でも岸君、大エビ食べました。そうだ、やばい。え、どうですか。あの、もう歯ごたえが、うん、本当なんていうんですか、そのエビの筋肉がすごい癖になる食感で、食感の癖になりますね。で、マジでちゃんと甘みがあって、はい、ちょっとボイルしてる感じが、はい、癖になります。そうなんですか。いや、ありがとうございます。うまいよ。塩レモンうまくないですか。やばい。やばいっすよね。マジで塩レモン食べていただける。塩レモン、うん、マグロやば。うわ、なんか嬉しいな。うわ、皆さん申し訳ないんですが、残り3分でございます。やばいやばい、ちょっとごめんなさい、本当に生配信ですので。やばいやばい、やばいやばい、いっぱい食べよう。うまいな。え、岸君、おえびめちゃくって大丈夫か。おえび、岸君、もうパンパンで。俺マジでめっちゃ寿司大好きなんで。いや、そうなんですね。はい、岸君、ちゃんと決めてくださいね。決めるって。いや、決めるんですよ。食べていい、食べていい、食事の時間じゃないかってことでしょ。そうです。大丈夫、今本当あの確認してるから。ありがとうございます。全部ありがとうございます。うん、縁側も美味しい。あ、そうなんです。縁側はもう平野君の推しということで、いいな。平野君どうですか。いや、やばい。今のところちょっとこう、あ、これかなっていうのは出てきました。確かに。え、何が。ネタを決めてもらうという流れになってるんで、3人のうち2人が今のところ分かってないから、はい、食べるだけじゃなくて3巻選ばなきゃいけないから、はい、そうそう、生愛さんで1巻はちょっと選んでいただきたいなと思って。ぜひぜひお願いします。
はい、僕ら3人から1貫選ぶ、はいはい、なんでいやいや、そうコラボなんで、あ、選んでいいの？もちろん。どうする？どうする？どうする？今したの？どうする？どうする？いやいや、5分経ってないですよ。はいや食べ過ぎ、食べ過ぎ、食い逃げの食い方なんだよ。マジうまい、美味しいね。ケン君決まりました？いや、まだ決まってない。俺次何食べようかなって。俺もずっとこの、でもね、やっぱね、時間が全部美味しいから、ね、ポツポツ開いてんの。皆さん、残り1分ですよ。残り1分ですよ。はい、皆さん、どうする？これもまあ、塩レモンも美味しかった。残り1分です。イカ塩レモンも美味しかった。はい、イカ塩レモンいいっすよね。もうぜひ食べていただきたいです。やばい、間に合わない。間に合わないな。食べるのに夢中になっちゃった。すごい。イカ塩レモンもうまっ。そうなんですよ、美味しいですよね、これ。うまい。これ30秒前です、皆さん。30秒前です。食べなきゃ。選んでください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 。やばい、やばい。違います、違います。口の中の量エグい。何あれ、味分かってます、それ一応確認してます。本当にあの、はい、ちゃんと味わって確認してるんですよね。はい、顔の形パンだって言って食べないとね。リスみたいな。あ、ね、終了です。タイムアップね。はい、すごっ。ちょっとなんか企画の趣旨がなんかぶれ始めてる。いや、もう美味しいからもう、まあ、それはね、上回っちゃうの。ちょっと5分っていうのはちょっと心苦しいんですが、はい、この場で、はい、2B を代表して、はい、北山くん、そしてケンさん、そしてナンバーAのお三方から、はい、代表して1貫ずつちょっと決めていただきたいなと思います。じゃあまずは北山くんからいいですか？俺からいきます。はい、じゃあ僕は今本当に口の中残ってる、はい、サーモンイクラ軍艦。おお、これ美味しいですよね。美味しいです、美味しいです。絶対美味しい。ね、何でもいけちゃうぐらい、はい、美味しいんで。さあ、ナンバーアイのお三方代表して一貫をちょっと発表お願いします。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 僕たちがまだ食ってるよ。ここにあるんですよ。今さっき分かった人だよね。その珠玉の一貫をちょっと、はい、選ばせて。たくさん食べた分ね。僕たちが話し合って選んだのはつぶ貝です。おお、つぶ貝、つぶ貝、めちゃめちゃ美味しかった。つぶ貝か。はい、美味しい。大つぶ貝です。大つぶ貝、食感も最高だったね。はい、大きいんです。さあ、そして最後、はい、ケンさん、じゃあいきましょう。はい、お願いします。やっぱここは特ネタ大トロ。おお、大トロ大トロ、彩りもいいですから。はい、ね、すごいバランスよく選んでいただいて、以上選ばれた特ネタ大トロ、はい、そして大粒貝、はいはいはい、そしてサーモンイクラ軍艦、はい、こちらの3ネタで皆さんよろしいでしょうか？はい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 、さあ、というわけでこちらの3貫を飛べ版、飛べ版3貫盛りに決定いたします。おー、すごい、すごい、ありがとうございます。はい、色とりどりな柄、はい、もいただいて。さあ、改めてこちらの3ネタになったんですが、いかがでしょうか？素敵な3巻を選んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にこれ今回この選んでいただいたネタが、この来年1月ぐらいから、うん、あの展開される予定です。おー、すごい。他のネタもすごい美味しいんですけど、うん、はい、今回はこの3ネタにさせていただこうかなと思います。ありがとうございます。はい、美味しかった。さあ、というわけで僕たちが選びました 2B 厳選戸部版三貫盛りは、こちらの大トロサーモン、あ、大トロ、そして大粒貝、そしてサーモンイクラ軍艦の三貫に決定いたしました。来年の1月頃に全国のスシローさんでいただくことができます。詳しくは 2B 公式 X、 そしてスシローさんの公式 X をご確認ください。よろしくお願いします。はい、もちろんここに並んでいる10ネタ全部スシローさんのブランドメニューですので、いつでもスシローさんで食べることができますので、皆さんもぜひチェックお願いします。いや
やー美味しかったですね。いやーやっぱねお寿司ってハッピーになるよね。そうですね。ね、みんなで食べるとまたちょっと美味しいし、ね、はいはいはい、ね、ちょっと知らない世界ってことでやってますけども、みなとちょっと知らない世界ってあったりしますか？そうですね、コスメとかちょっとわからないこと多いかもしれないです。あ、まあ、お仕事とかでメイクしていただくことはあるんですけども、うん、いざ自分が詳しいかって言われるとちょっとわからないこと多いですね。なるほどね、はい、ケン君とか結構詳しいですか？やっぱいやいやそんなことないですよ、まあ、でもあの自分がいろいろ試すんでいろんな化粧品を使ったりはします、ね、まあ、自分に合うものを探したりとか、うん、探してますね。ナンバーアイとかどう、なんか美容系とかさ。いやんでも、うん、やらせてはいただいてます。もちろん、うん、はい、化粧水とかね、化粧水乳液だったりとか、うん、はい、ね、イケメンなんだな、そしたら最高ちっちゃい声で、まあそうですね、やめよう寿司食いすぎてちょっと眠くなってんじゃねえか。なるほどね。 IMP の中だとなんか美容系とかっていうと、そう、僕が IMP の中では美容系男子としてやらさせてもらってます。詳しいんだ。美容系男子かどうか確かに違う、はい、でも結構、はい、いろいろ教えてくれるんで、まあ、そうですね、詳しいは詳しいです、はい、そうなんだ、いろいろ試したりしてるんで、そういうのをお勧めしたりしてます、はい、なるほどね。結構だから今の時代になってくるとね、男性の方も結構ケアする方も多いですね。そうですね、そうなんです。そこで今回僕美容系男子の僕が僕とあと新と港の3人で一箇所ロケ行ってきました。はい、なるほどね、はい、SNS で応募できるプレゼントもあるので視聴者の皆さんもよーく見ててください。それでは VTR どうぞ。トゥーミーだけが知らない世界、最後が MC で俺やってるやつだね。銀座に来ておりますよね。銀座ですよ、なかなか来ないよ。初の街ですから、ね、まあ2人はね、やっぱ普段アイドルとかやってると、はい、なかなか行けない場所だったり、うん、やってみたくてもできないなっていうことってあるでしょ。まあ確かにそうだよね、うん、だから早い、大丈夫じゃん、毎回変わるけど、はい、めっちゃ顔引きつってるよそれ本当ね、でも自分でも分かってる、可愛いね、もういつもね、お兄ちゃん組にね任せたからね。そうなのよ、だから、うん、回しの難しさをもうすでに通過してる、うん、早い、38秒なんで MC 組全部あっち行っちゃったそうなのよ、うん、まあでもこの銀座にも、はい、コスメミュージアムみたいのがあるの知ってます？コスメミュージアム、はい、僕はあんまり、やっぱそうなの、僕はあんまり、1階と2階にもうコスメがびっしり、マジでパーあるらしいよ、パール、うん、なのでまるでコスメミュージアムに行ってみましょういやコスメミュージアムってなかなかよ、ね、まるでコスメミュージアムでしょ、コスメショップでもないっていう、おお、明らかに光ってる場所があるね、明らかにコスメミュージアム、ね、めっちゃ綺麗、もう冬仕様ですね、これは。すごい、こちらはメゾンコーセー銀座さんです、メゾンコーセー銀座さん、すごい、すごい、行きましょう、綺麗だな、お邪魔します、お邪魔します、うわすごい、綺麗、めちゃめちゃ華やか、ご来店ありがとうございます、すごい、すごいね、ちょっと待って、すごい、うわ、いや、シンプルにテンション上がってるじゃんうわこれ使ってる、デコルテの早速、これもキープミストなんだ、デコルテ、何これ、キープミスト、詳しい、コスメ詳しいもんね、まあそうだね、メンバーの中では結構こだわりがある方だし、うんうん、だ流行りのコスメとかをすごい気になって調べたりとかしてるから、うんうんうん、めっちゃ気になってるでも、まあ、緊張してるけど中でめっちゃ盛り上がってるじゃん、そうなんだちょっとなんかいろいろ見てみたいなっていう気持ちでちゃんと回さなきゃっていう攻め合いなんだ、なるほどね、うん、でも楽しみに見てこうよ、うん、うん、この何あの映像、うん、すごくない、確かに、おーすごい、サイズ感すごいよね、お新たスタイルですか、これはカラーマシーンって書いてありますね、カラーマシーン、カラーマシーン、カラーマシーンというビューティーアトラクションになって、アトラクション、ビューティーアトラクション、え全部これ同じこと言ったね、やばい、すごいな、ぜひいいですか、いいですか、体験してみませんか、お願いします、お願いします、すごかったです、うわうわぁ、すごい、すごい、あ、なんかすごい、何じゃ、はい、ぜひ全然想像つかない、はい、正面をこっち、そっちなんか、はい、カメラ向くようにすげえカメラが撮っていただきまして、今から日本の四季をイメージした4つの映像が流れてまいりますので、左右の鏡見ていただければと思います、わぁ、すごい、スキャンされてる、
え？何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 ？チキン？え？こっちに？え？え？え？あ、え？すげえ！何これ？顔にマッピングされるんだ。どうなってんの？一瞬でメイクされてる。すごい。え？こっちに？最新のプロジェクションマッピングの技術を用いて、8000種類以上の組み合わせの中からメイクを作成していただくマシンとなっております。すげえ。すごい。面白いね。すごい。似合う。動いても反映される。女の子みたいな。動いてもいいね。女の子みたいな。そうそう。みんなやりたいでしょう、これ。似合うな、あらね。やった方がいいよ。もみじだ。すげえ。秋。秋ですね。あ、横向いても。秋カラーです。そうですね。見えるんで、次が。うわぁ。おぉ。すげえ。すごいすごい。冬のイルミネーションをイメージした。これはすごいわ。時間も楽しいんだけど、素で楽しんじゃってる。すごい。また新しいこれ。新しいます。新しいます。以上で今デモンストレーションは楽しかった。すごい。まずこちら。スプリングのメイクになってます。唇とかアイシャドウ。すごい、めっちゃ血色いい。すごいな。え、すごい。結構ちゃんとメイクしてる。そのぐらいしっかり。すごい。ちょっともう元々じゃない。してないアイシャドウ。えぇ、イメージできるんだ。選んでおります。え、あ、うわー、オレンジになった。めっちゃリアルです。試せる。いろんなの、いろんなバリエーション見られると技術したくなりますね、自分でも。したくなりますよね。確かに。これすごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。これ、結構結構ね。まさか。ありがとうございます。どっち？あれ、まさか。なんだろう。あるすごいことをやることになりました。はい。なになになに。怖いんだけど。なんか突然なんか気になる。トベ版×コーセ。2B 厳選コスメセット作り。おぉ、すごっ。え？コスメセットを作る。え？まず、これから僕たちがトベ版メンバーを代表して 2B ファンに使ってもらいたいおすすめコスメを10個セレクト。そしてその10個のコスメを生配信中にスタジオの 2B メンバーでさらに厳選。最終的に4つに絞り込み、2B 厳選コスメセットとして77名にプレゼントします。すげえ。どこから？ちなみに77。なんで？後世は創業77周年です。そういうことか。それにちなんだ数字となっております。ラッキーセブンですよ。いい数字で。めちゃめちゃ重要じゃないですか。そういうの言えるようになったんだ。見てください、このすごいコスメの量めちゃめちゃあるね。うわ、すごいね。これ、え、こっから10個選べるわけでしょ。そうです。超難しいじゃん。ちょっとスキンケアみたいな。これスキンケアいくか。スキンケア見ようよ。これは見慣れた有名ですよ。有名な雪肌精さんじゃないですか。これちょっとつけてみることができるんですか。ぜひ。コスメさんといえばいい、すごい。素直だね。いや、これいいな。安定ですね。安定。でもこれ全部で10個選ぶんだよね。そう。まあ僕ら3人も選びますけど、どうなんだろう。この 2B ファミリーの皆さんはどんなの選ぶんだろう。そうだね。まあケンさん、ケンさん、北山さん、北山さん、でナンバー、ナンバーさん、お三方と。まあ IMP を頼むメンバーか。そういうのもちょっと考えながら選んでみる。これ出ました。これ使ってないメンバーいる。これね、これはいいですね。みんな使ってるんだ。メイクキープミストかな。これをライブの時とかね。そうだね。舞台とか汗めっちゃ出そうだね。その時にね、みんなこれシュッシュして。それがないとやってきません。そうなんだ。お守りね。これやったことない。入れてきたい。入れてきたい。入れようか。ちょっとなんか気になっちゃってるのが、そう、これ。これね、ベストコスメ受賞第1位。ワンバイコーセーというコーセーを代表するブランドでして、そのセラムベールもすごくおすすめで、洗顔後に一番最初に使っている導入の美容液。導入の美容液。美容液なんか最初に入れる。そうだよね。あ、めっちゃいい匂い。マジ見て。お、めっちゃしっとりしてる。あ、ツヤツヤじゃん。ツッツァ導入でこれすごいな。なんか
すごいイメージだけど、うん、ケンさんとかすごい綺麗なイメージあるじゃん、うん、やっぱ導入化粧水とか使ってるのかな、うん、どうなんだろう、化粧水使ってそうだよね、うん、そういう意味ではやっぱケンさんとか選びそうなのかな、こういう導入化粧水とか あんだけ綺麗だから、はい、北山くんどうしますか、あれやんの、北山くんが選びそうなやつってこと、それも欲しいな、確かに、なんだろう、ちなみにね、俺北山くんにリッププレゼントしたことある、そうなんだ、その時はどういう、その時は色がつかない、なんかこう保湿ができるようなリップクリームを、色つかないやついいね、そう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 、色つかないやついいね、確かにね、それちょっと探してみる、うん、こちらのビセのエッセンスリッププランパーという商品がすごくおすすめです、清涼感がありまして、はい、唇をぷっくり見せてくれるような効果もございます、はいはいはい、それって普通にリップ塗った上からでもそれ使えるんですか、でもいいですし、あのリップの下地にも、あ、下地に、なるほど、リップだけでもいいですし、いろんな使い方が、はい、うん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 、あ、来たぞ、来た、これ何も見てない、来た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 来ました来ました、胸キュンな一言お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、いやー得意組ですから、口紅を彼女にプレゼントする時のかっこいい一言いいじゃないですか、うん、いいね、プレゼントする時の多分あるよ、やっぱりポイントだから難しい、こういうのをね乗り越えていくんだよ、これプレゼントするために選んでるんでしょ、確かにね、おおお、ガチャ、選ばれました、彼女にリップをプレゼントする時のかっこいい一言まで3、2、1、はい、このリッププレゼント塗ってあげるね、ごめん我慢できないわ、素晴らしい、やってるわ、やってるわ、やりすぎだわ、素晴らしい、素晴らしい、いやー、素晴らしい、素晴らしいね、すごいな、我慢できなかったんだ、いや、ここまでね、やってるわ、我慢できないよね、我慢できないよね、あれ、みんな、みなとの胸キュンまで3、2、1、ねえねえ、リップ買ってきた、あげるよ、塗ってあげる、あー、みんな塗るんだね、やっぱ塗るんだな、え、めっちゃ潤ってんじゃん、そんなの俺も塗ってほしいからチューして、素晴らしい、あー、すー、うわー、いや、いいよ、いいよ、いや、いいよ、素晴らしい、俺はすごいよかった、俺は悶絶してると思う、あ、俺から、でも俺からだ、彼女にリップをプレゼントするときのかっこいい一言、俺ら4分の3でカットされてる、尺わっから、まるちゃんの唇が可愛すぎてリップ買ってきました、これ塗って明日から仕事頑張ってね、頑張れ、素晴らしい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 、女性のスタッフさんたちも舞い上がっちゃってるもんだって、さすが、じゃあ拍手してくれる、ずるい、さすがセンターです、でもこれがセンターですよ、さすが、いや可愛かったもん、あとなんだろう、いろいろお顔は美容液、うん、アイシャドウ、マスカラ、例えば、例えば逆にネイルとか、あー、ネイルね、なるほどね、いやもう目の前にずらりと偶然にも、偶然ですね、こんな種類あるんだ、ネイルって、すごいね、こんなんだ、すごいな、結構ね、僕ネイルちょっと気になってる部分あるんですよ、そうなんだ、まあ、したことはないんだけれども、うん、メンズで、はい、なんかこう馴染みやすい色というかおすすめな色とかあったりします、そうですね、こういうダークな色選ばれるのがかっこいい、かっこいい、そうですね、せっかくなんで僕じゃ塗ってみようかな、いいですか、すごい、どうやって塗るんですか、ペペって、そうですね、少しこう縁で、はい、大丈夫、いけ、自分初、初自分、おお、いいね、こんなすぐ色ってつくんだ、いいね、似合うわ、初めて塗った割にはなんか綺麗に、うん、ね、大丈夫かね、あ、すごい、うん、ね、いくらぐらいなんですか、一回、値段330円でございます、安い、330円なんだ、はい、そうです、思ってたより安かったです、
集めたくなっちゃうんですよ。並べたいよ。並べたいね。種類あるんだ。ネイルもちょいちょいこう男性とかやってるの見たことあるし、だから増えてきてる感じもあるから。マゼンタ。その男性のお客さんって増えました。実際に。一回入れて。当社ではこれからの新たなお客様作りをキーワードに 3G を掲げております。 3G、はい、グローバル、ジェンダー、ジェネレーションの頭文字を取った3つの字です。グローバル、ジェンダー、ジェネレーション。性別や年齢にとらわれず、はい、より幅広い人々をお客様と捉え、一人でも多くのお客様に寄り添いながらお客の創造に取り組んでおります。うん、なるほど、確かに的です。ではあの大事なことですのでもう一度言います。グローバル、ジェンダー、ジェネレーションです。グローバル、ジェンダー、ジェネレーション。グローバル、ジェンダー、ジェネレーション。もういいっすよ、さすがに。めちゃめちゃ言います。大事なことだよ。大事なことだよ。完璧に覚えました。すごい完璧に覚えました。これとかさ、あとめっちゃすごくない？いろいろあるんだ、いっぱいあるね。お、決めた。お、決めました。これが僕たちが厳選したコスメです。やったー。選びましたね、10個厳選できましたね。できました。大変だ。でもいっぱい商品あったからね、これでもだいぶ悩んだというか。しかもこっから4種類に厳選されるわけです。もう全然まだまだここいられるよ ね、もっと見たいもん、またなんかゆっくりね、ゆっくり見たい。そうだ ね、ということで、はい、この10個をスタジオに持ち込んで、はい、生配信中に最終的に4個に絞り込んで、うん、2B 厳選コスメセットをみんなで決めていきたいと思います、せーの、ファンのみんな待っててね。頑張りました。選ばれたところですけど、その前にファンの皆さんにね、メンバーへのメッセージ、コメント、質問はハッシュタグ 2B アンダーバートベ版を忘れずにお願いします。お願いします。じゃあタイガーよろしくお願いします。はい、皆さんコスメの世界どうだったでしょうか。あれまたキュッて緊張してくれ。もう一瞬緩くなって、あのもう VTR 終わるのが今か今かと、もうなんか緊張になっちゃう。肩来てるもんね、ちょっとね、肩ね、来てる。肩落としてどうだったでしょうか。いや、面白かった。面白かった。知らないっていうか、使ったことなかったやつがあったりとかしたからね。確かに。そうそうそう。ケンさんとかどうですか。いや、面白かった。いや、詳しいんだね。そうなんですよ、ね、詳しいので やらせてもらってます。もうケンさんやらせてもらってよ。ケンさんが多分お詳しいな。いや、そうなんだ。急にキャラ決まった。いや、もう落ち着かなくて、合ってんのが。あ、なるほど。すみません、これでちょっとやらせてください、今日は。ステージ楽しみです、IMP とかはどうですか。いや、すごかったね、あそこ。あんなのがあると思ってなかった、ミュージアムとかさ、すごい種類あって、すごいね、最新の技術で、ね、その技術がすごかった、マジですごい。ナンバーヤさんはどうでした。いや、すごかったね、初めての最新の機械とかも入って、面白かったですね。あとはもう胸キュンとかも最高でしたね。最高ですね。みんな良かった。みんな良かったですよ。みんな良かったですよ、あれ。すごかったですね。そういうの積み上げてね、行くわけですから。ありがとうございます。勉強に。勉強になります。ありがとうございます。そして先ほど VTR にもありました、はい、僕らが厳選したコスメ10個がこちらになります。おー、はい、おー、すごい。これを今から皆さんで4つに絞り込んで、2B 厳選コスメセットを完成させるんですけども、今回三宅君と北山君と南波愛さんと IMP の4人がいるので、それぞれ4個決めてください。なるほど、はい、1個ずつ、はい、1個ずつ、はい、そこから4個に厳選していきます。なるほど、はい、じゃあ行っていいの。ぜひお願いします。早速皆さん決めましょう。近くでお願いします。選びましょう。俺気になってんの2個あるんだよな。どれどれですか。このキープするやつ。めちゃめちゃ見てみたいです。これめちゃめちゃこれみんなキープしてたの今まで。してない。俺したことないからさ。めっちゃいいですよ。1曲目で汗だくでさ。ないんだ。これでキープしてんのみんな。してます。これ汗がかいてもうどうなるの。かいても落ちにくくなりますね。はい、メイクが、メイクがよりにくくなる。するのとしないのじゃ全然違うんだ。全然違います。だってもうコンサートなんてさ、粒のような汗がさ、尋常じゃないくらい出てるぞ。それでも落ちづらくなる。そうですね。IMP はもうみんな使ってます。そうですね。はい、お世話になってますね。早く教えてよ。ねえ、ケイさんはどうですか。俺はね、気になるのはこのワンバイコースや。あ、二択でした僕も。これね、
これどうなの？これカパって上に。カパって上か。はい、あ、無駄。次使ってみます。販売コース。匂いもすごくいいんですよ。はい。香り大事だもんね。うん、確かに。あ、いいですね。あ、違いますか、やっぱり。保湿されてく。わあ、大事な保湿だ。そうなんですよ。ケンさん、導入美容液とかは使ったことはあるよ。ありますか？うん、やっぱり。これあの日本で唯一の潤い改善美容液らしいです。おお、唯一。はい、改善。どういうこと？改善。改善。はい、水分量をこう。なるほど、ね。改善されるんだこれ。これを一番最初にやって、洗顔した後にやって、はい、その後化粧水をつけたらさらに潤うってこと、ね。なるほど。キープされるってことだよね。そうです。はいはいはい。これも必要だな。いいね。これいいね。確かにいい香りしますね。いい 香りも良くて。皆さんもどうぞ。これはそれマスカラ、ね。マスカラですか、うん、マスカラ。マスカラとかやる？はい。マスカラやらないですからね。マスカラはまだ経験ないです。押し方のまつげのな、まつげ、まつげですね、まあ、眉毛もやる、はい、眉毛とかもそうですね、ありますね、はい、神宮寺君、これ良さそうじゃないですか、なんかはいいや、なんかドライブとか行かれるからなんか日焼けしないかな、日焼け止め、はい、日焼け止めだ、石器製、うわ、めっちゃいいですね、はい、石器製の洗顔とかも俺使ってる、本当ですか、めちゃめちゃ使わせていただいてます、使わせていただいてます日焼け止め、日焼け止めね、はい、スキンケア成分がいっぱい入ってますね、はい、日焼け止めはスキンケアもできる、リーダーどうですか、ね、IMP、まあ代表じゃないですけど、一つ、はい、一つちょっと気になるやつどうしよっかな、まあ、メイクキープミストはもうみんな使っているので、うん、あとファンの方が女性の方が多いから、そうね、うん、そういうので、ひなとがやってくれたネイルも良かったよね、これとかなんかライブとかできた時になんかみんなでこれつけたりとか、なるほどね、あとファンの皆さんもこれ塗ってきていただいたりしてるとか、うん、これとか良さそうですね、ね、はい、確かに、これにします、おお、早っ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  IMP これにします、 IMP 代表で、ね、みんなに聞かないのいいとか、大丈夫だよね、いいんだけど、いいんだけど、いいですよ、それにしたんだ、わかりました、なんか IMP、はい、はい、ネイルホリックですね、ネイルホリック、はい、はいはいはい、じゃあどうする、どうする、選ぶ、どうしましょう、いやもうぜひぜひ、はいはい、決めていいんですか、でもどうですか、これとか何なんだろう、それなんそれ、そちらはですね、セラムシールド、バームだからリップ、そうです、あー、なるほど、セラムシールド、セラムシールド、セラムシールドっていう、はい、潤いとか、はい、肌です、肌にシワも改善します、うん、スキンケアの最後にこう塗っていただいて、蓋をするような形ですね、はい、はい、すごい、これはこれはこれはアイシャドウですね、シアイシャドウ、シャドウか、はいはい、こう最近こう人気なアンニュイカラーと言って、うん、ちょっとアンニュイな雰囲気になるような、アンニュイか、はい、アンニュイから、ちょっとなんかラメみたいな、確かにキラキラして、うん、はい、迷いますよね、やっぱり、ね、どういうのがいいんだろう、どれが美味しいんだろう、これはそれオイ、それはオイル、オイルですね、メイク落としだ、クレンジングオイルです、クレンジングオイルだ、じゃあちょっとそろそろあれですよね、はい、取れた方がいいですよね、取れようよ、いやー、この化粧水も必要じゃない？化粧水は欠かせないところはありますよね、アトムギエキス、はい、そうですよね、とりあえずこれ一曲、お、行きましょう、皆さん、ありがとうございます、絶対大事ですね、でもその前に導入しなきゃダメですよね、絶対、はい、導入してこれでいこうか、おこれでいって、だから最後メイクしてパックできますからね、あ、いいね、ここまで来た、ここまで来た、あと一つ、それいく、はい飛んで詰め、めちゃめちゃ、これだけあればさ、使ったことない人もこの77名の方がもし当たったら、うん、これでお試しできて、そうだね、ね、はい、もしかしたら、あ、いいかもってなったら、うん、なります、なります、使うのかもしれない、そしたら、これでよろしいですか、これでいこう、はい、大丈夫ですか、 OK ですか、 OK です、これでいこう、はい、選ばれたのはこちらです、はい、雪肌精と、あとワンバイ構成のセラムベール、はい、そしてメイクキープミスト、はい、はい、そしてネイルホリック、はい、4品で、2B 厳選コスメセットの完成です、じゃあファンの皆さんにこれがプレゼントされるってことですね、はい、なるほど、77名の方、いいな、構成77周年ということで77名の方に差し上げます、はい、すごい、はい、ありがとうございます、ですが、ですが、実は、
視聴者の方がプレゼントをゲットできるかどうかはスタジオにいる皆さんにかかっているんです。え、どういうこと？はい、プレッシャーがすごい。先ほど我々がロケに行った VTR を見ていただきましたが、はい、皆さん隅々まで見ていただきました？見ました。見ました。見ました。もちろん。間違いなく見た。もちろん、はい、あの実はですね、この VTR はただの VTR ではありません。実はこの VTR の中には視聴者の方が今回の厳選コスメセットをゲットするための重要なキーワードが3つ隠されていたんです。え、何それ何それ何それ、あれ、あれ、え、何それ、最初に言ってよ。わかんないよ。見方変わるよね。変わりますよね、うん、はい、そしてこれからそのキーワードが何だったのかクイズを出題します。もちろん、うわ、VTR をしっかり見ていただいて、見ていただいて皆さんが余裕で答えられますよね。あ、これ分かった、はい、あれ、ケンさん早い、分かった、早いっすね。もうです、クイズのイントロでポンって押して、押す、分かんないですよ。いやいや、分かった分かった、俺分かったから俺は言わない。え、マジっすか。え、北山君どうですか。え、何が、全く何も分かってない。何も分かってないよ今。ではルールをご説明します、はい、これから三宅君、北山君、ナンバーアイさん、そしてロケ不参加の4人の IMP の4チームに分かれてクイズで対決していただきます、はいはいはい、そして優勝したチームのファンのみがプレゼントに応募できます。やばい、責任やばい、責任感半端ないっすね。だから、はい、俺がもし優勝したら、ね、俺のファンだけが応募できる、そういうことになります、はい、え、でもそれどうやって証明するの。それは確かにそうだね。だから なりきれるわけじゃんか。自己申告と。自己申告。ガバガバ。心の問題ね。はい、はいはい、心の問題ですね。信用しておりますので。はい、信用ね。はい。わかりました、わかりました。はい、はい、はい、皆さんファンの期待に応えられるように全力で頑張ってください。お願いします。じゃあ責任重大。来たなこれ、クイズは全部で3問。3問。回答は挙手制です。おお、はい。そして回答者は僕が選びます。はい、はいはい、皆さんそれぞれに回答権がありますので、ナンバーアイと IMP の4チームは4人はチームの中のどなたでも自由にお答えいただきます。はい、はい、なるほど。それでは皆さんよろしいですね。はい、はい、では参ります、はい、第1問、昴生さんの1回でプロジェクションマッピングでのメイク体験を楽しみましたが、新たな顔に映された春の桜、秋のもみじ、冬のイルミネーション、あと一つ、夏は何だったでしょうか。いや、先生、待って待って待って、はい、じゃあ、椿くん、夏は花火。え、すごい、長い、長い、すごいね、すごい、はい、すごい、はい、IMP チーム正解です、正解はちょっと、すごくない。シンプルによく覚えてたね。すごい、大人たち3人のロケだったんで、すごいしっかり見てたんで。いやー、すごい。俺もし今手挙げてたら、多分夏の青空とか言ってた。ありがとう。海とかね。海とか言ってた。そうだ、花火か。俺もサザンオールスターズ参加してた。夏行ったらね。はい。ってことは、それなので、IMP チームが正解です。はい、正解の夏の花火でした。いやー、すごいわ。いやすごいすごい、結構詳しいとこまで行きますね、結構。なるほどね。いやもうちょっと、いやでも分かった、なんとなく疲れましたね、だいぶ。すぐ手を挙げていかないとやばいっすね。やばいやばいやばい、早いもの勝ち、早いもの勝ちなので。よし、それでは2問目参ります。胸キュンのコメントで私鈴木大我が我慢できなかったものは、我慢できなかったもの、はいはいはい、はい、じゃあ神宮寺君、あ、暑さ。確かに暑かったです。汗が大変だ。なんだっけ？どういう系？どういう系？ヒントないですか？ヒントまだ早い。な、何？我慢。ヒントはもうあの VTR 見ていただいても先が。あ、はい。先？あ、じゃあ岸君。え、シンプルにトイレ。え、俺もあの場所一緒だね。ちょっとカメラから外れてたもんね。外れましたね。ロケ中に。トイレは向かってないですね。じゃない。トイレには行ってない。ない。我慢できる。はいはいはい。はい、じゃあ元井君。はい。その場の空気。それはそう、ある意味正解。なるほど。正解にしたいぐらい。違う。違います。違う。どういうこと？え、もう一回問題って言ってもらっていいですか？確かに忘れちゃいましたよね。うん。何て言ってたっけな。あのリップです、リップ、ヒントリップです、リップ、リップを買ってきたよって言ってこう塗ってあげたんですよ、塗ってあげて、もでもプルプルになったリップを見て、あ、分かった、分かったけど、なんか言いづらい、そう。俺もなんかあの
あの瞬間ちょっと思い出すと思い出します。ちょっと話しですよ。分かったわ。え、マジで？うん。え、分かった。分かった。分かんないです。いや、もう本当にシンプルっちゃシンプルかもしれない。はい。じゃあ平野くん。え、講習？絶対違くない？誰の講習だよ。違うのよ。もっともっと。もっとさ、え、分かった人いるならあげましょうよ。いや、そうだよ。分かったから言った方がいいっていう。皆さん、分かった方お願いします。じゃあいいっすか。はい、じゃあどうぞ。あの、キスっすよね。うわー、かっこいい。それか。あー、言ってた。意外とシンプルっすね。我慢できないって言ってた。言ってた。我慢なんてやつだもんね。我慢なんてやつだもんね。無理だぜ。渋い言い方。はい、それでは3問目に参ります。はい、昴生さんのお客様作りのキーワード 3G とは何だったでしょうか。2回言ってましたね。はいはい、3つとも答えください。3つ、はいはいはい、俺も分かるよこれ。はい、じゃあ三宅さん。いいの、これ言ってて答えになっちゃうよ。いいの。あ、もうどうぞ。確かね、グローバル、はい、ジェンバーキン、ジェンバーキン、なんだっけ、ジョリー、ジョリー、ジョリー、何の G なんですか。もっ3人なんか出てきましたけど、かっこよかった。違います。あ、出たかも。じゃあリーダー。はい、グラデーション、グラデーション、グラデーション、ゴリ。グラデーション、ゴリラ、最後出てくる。今のところレアな動物だよ。グラデーションのゴリラ。グラデーションゴリラ。どうなるそれが。いいだよ。ガパオ。ガパオ。正解じゃない。正解、絶対違います。違います、絶対違います。 3G 違います。全然違います。じゃあ北山さん、多分これだと思うわ。え、 3G でしょ。 G でしょ。はい、我慢、我慢、ガッツ、ガッツ、ガッツ、ご愁傷。すいません、絶対違います。あれ、何でしたっけ。 3G だよ。 3G、 何でしたっけ。いいですか、言っちゃっていいですか。私、グローバル、ジェンダー、ジェネレーション。正解です。さすが、さすが。だってあんだけ社訓みたいな感じで言ってたじゃん。そうなんだよ。めっちゃ言ってた。そういうこと、そういうこと言ってたじゃん。はい、三宅さん正解です。正解はグローバルジェンダージェネレーションでした。ということで、同点だけど結果は1位になっちゃった。そうですね、3チームとも1位なので。どうするですね、並んじゃったじゃん。どうするこれ。やべえ、俺1個持ってね。あ、いなかった。やべえ、すげえブーイング食らうじゃん。何やってる。残念ながら、やべえ。はい、なのでじゃんけんで、じゃんけん、マジ？ここでクイズやって、そうなんですよ。じゃんけん決めていただいて、なるほど。じゃんけんだったら俺も入れてよ。じゃあ入ろう、入ろう。確かにもう、いや入りましょう。1ポイントなのでお願いします。最後ね、やっぱね。はい。じゃんけん、誰が代表は？代表ね、お願いします。誰が？じゃあもうリーダー。リーダー。じゃあ一応リーダー。うちもリーダーから。はい。リーダー、リーダーで。ありがとうございます。お願いします、リーダー。最初役、じゃんけんぽん、ポート。こんな感じ。もうちょいありません。いやもう決まったから。決まったね。決まりました。決まっちゃいましたよ。最初役、じゃんけんぽん。俺勝ったんですよ。俺が勝ったんです。一瞬で決まった。一瞬で決まりましたね。最初役、じゃんけんぽん。負けました。最初は一発目がじゃんけんってやつじゃないですかこれ。でもそうだ、いいですよね。いいのよ。なんか、なんすかこの空気。いいの。KC が勝った。今ケン君タイムだから。KC が勝った。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。優勝したのはナンバーチームです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、優勝したナンバー1チームを応援してくれたファンの方々のみ、はい、今回のオリジナルコスメグッズにご応募いただけます。
応募方法はご自身の X アカウントにて3つのハッシュタグを入れて番組の感想などとともに投稿してください、うん、期間は今から27日の月曜日23時59分までです、うん、詳しくは概要欄から後世プレキャン X アカウントのリンクをご確認ください、はい、必ずそちらのアカウントをフォローの上3つのハッシュタグを入れて投稿してください、はい、お願いします、うん、なるほど、厳正な抽選の結果77名様にプレゼントいたします、うん、どれも本当に素敵な商品なのでご応募お待ちしております。はい、お願いします。さあ続いての曲もありましょうか。はい、教えて飛べばーん。そう、これちょっと冒頭でお話してましたけども 2B のオフィシャル X にて募集したファンの皆さんからの質問やメッセージを紹介していきます。はい、僕たち 2B の2B みんながファンの皆さんとつながる曲になっておりますので、めちゃめちゃたくさん来てるというお話でございます。じゃあコメントの方をちょっと読んでみましょうか。はい、はい、お願いします。明日のご飯はスシローに決めました。ありがとうございます。めちゃめちゃ見たら食べたくなるもんね。そうですね。そうだね。いや結局みんな選んだやつもいつか食べてほしいなと思いますけど。さあ、そしてケン君、はい、この 2B のメンバーたちと楽しめてますかと。楽しめてますよ。楽しめてます。じゃんけんがもうじゃんけんがもうね。勝ちましたね。強いな。いや意外と今日は今日持ってますよね。はい。なあ、一発だから俺の勝ちでいいんですよね。大丈夫ですか。もう一回やろうとかないですもんね。大丈夫大丈夫、ね、今はどうだけどジャンケン勝負だからね。そうですね、もうしょうがないからね。よかった、本当。じゃあいろんな質問も来てるということで、はい、これからどんな仕事をしていきたいですかということで皆様いかがでしょう。ケン君とかどうなんですか。いやー、まあいろいろもうなんかその何かにとらわれることなく、うん、いろんなジャンルの仕事をやっていけたらいい。で音楽もね、もう始まってますし、もちろんコンサートもそうですし、はい、お芝居の仕事もそうですし、まあ、バラエティもそうですし、うんうんうん、みんなでなんかどんどんいろんなことをやっていけたらいいなと思ってます、ね。新しいことも取り入れつつということだと思いますが、はい、ナンバーはどうですか。これからどんな仕事をしたいかな。いやでもまあ本当にいっぱいあります。それこそなんか、まあ、音楽を出したりとか、うんうん、まあ、いろいろありますけど、まあ、やっぱりこう会いたいですね、早く。まあ、確かに。なるほどね。コンサートとか。うん、やりたいなっていうふうに思います、うん、確かにね、うん、ショーとかもそうなの。なんかそうですね、ですしやっぱりいろんな意味で期待を応えるにももちろんそうですけど、うんうん、期待をあえて裏切るっていうこともやっぱしていきたいなっていうのは、うんうんうん、ちょっとそういう意味で仕掛けていくっていうかね、自分たちにやりたいことを入れながらやっぱあんのかな、そうですね。そうですね、ちょっと教えてよ、なんか何準備してるか教えてよ。何を隠し持ってんだよ。いやいやいや、そこはまああえてこれからの僕たちの活動で楽しみにしていただけたらね。テキストとかはどうなの。そうですね、やっぱりもういろんな音楽とかもそうですし、あといろんな振りとかも挑戦したいですし、あ、ダンサーさんとか、あ、ね、そうですね、ダンスの中とも一緒にやったりとかね。なんか僕たちにしか出せないそのパフォーマンスとか、なんか見せたことない表情とかもいろいろ見せていけたらなっていうのは思いますね。はい、もっともっと成長していくというかね。そうですね、もっと追求したいですし、はい、挑戦したいです。 IMP とかはどう。はい、どういうことやりたい。 IMP はでも結構いろんなことやらさせてもらってるんですけれども、やっぱりまだファンの皆さんとね、お会いしてないので、なんかそういう機会をね、みんなで作っていけたらいいなっていうのは。そうなんだ。はい、さ、その何役、この7人ってさ、結構さ役割みたいのあったりとかするじゃん。そうってどうなの、はい、結構だから回したりとか。そうですね、今ね、はい、YouTube の方とかでは僕が基本的にはそういうあの MC 的な、はい、MC 的なことをやって、はい、はい、はい、ね、で本当に新たは本当にその場にいてくれるだけでもう花になる。はい、新たは大丈夫。俺もどんよする。ありがとうございます。はい、山田、どうですか、やりたいこと。あ、僕はもうあの音楽だったりとか、うん、それこそやっぱファンの皆さんと会ったりとか、うん、まあ、役者さんもそうですし、あと音楽の制作のなんか一緒に作ったりとかっていうのもなんかちょっとやってみたいなと思ってますね。歌詞とかも書いたり、書いてたもんね。はい、今回の1曲目も書かしまったりとかしてますね。そう、これね、今実際 IMP はロケ行ったじゃないですか。はい、はい、いただきました。どうですか、ケン君とかロケとかやってみたかったりとかします。何の。え、もしなんかこういうやつ。こういうやつ別にいいですよ、言っても。胸キュンありますよ。絶対俺たちには絶対いらないから。いらないから。
そんなことないですって、うん、いや絶対見たいですよ。いや本当期待もやめといた方がいいってこの子たちにやらしときゃいい。でもケンさんも言ってたじゃないですか、アイドルかける〇〇をなんかやっていくって。だからアイドルかける寿司やったらああいうことが起こるんですよ。おかしいでしょ、おかしいでしょ。お寿司はお寿司美味しく食べてたらいいんだよ。なるほどね、うん、どうですか、あのすごい今赤いカンペ見えなかったこれです、これです。マジ怖いっすわ、怖いな。あの前のディレクターさんやばいんじゃないかな。やばいっすよね。あの人酔っ払ってんじゃない変なカンペ出してた。ちょっと俺も恐ろしくてなんか俺もなんか見えなかった。じゃあこっちにこうやってこっちに今度移動してすでにこういうとこ見えない。連携がなくてそう、あとそうですね、トゥービーファミリーで歌って踊ってほしい。ああ、みんなでか。これ確かにちょっといいかもしれない。やりたいですね、みんなでね。やりたいですね、曲みんなで一緒に作るとか、うん、確かになんかテーマソングとか、うん、あいいですね、いいですね。そういうのもあってもいいのかな、うん、どうなんですかね、でもね。でもね、みんなさ、なんかそのみんなで1個パフォーマンスするっていうのも、うん、なんかちょっとファンの方々とかね、うん、確かにあの楽しみにしてくれてるのかもしれないですね、うんはい、そうですね。はい、もう一度、後世のセット振り返り紹介したいなと思います。トゥービー厳選コスメセットでございます、はいはい、ね、はい、ましたね。あ、こういうパッケージに入ってくるの可愛いですね、可愛いですね、綺麗で嬉しいですね、はいはいはい、まず一番最初にね、はい、石器製の、はい、化粧水ですね、はい、はい、そして右手にあるのがワンバイ構成のセラムベール、うん、はい、導入美容液ですね、はいはい、で左手にあるのがメイクキープミスト、はい、メイクの最後にあるやつですね、はい、そして下にあるのが、ネイルホリック、はい、ネイルになってます、はい、色は僕らが選びました。おー、はい、なんだ、あ、3色、はい、選ばせていただきました、はい、なるほど、皆さんぜひとも応募してください。お願いします、お願いします。さあ、という間でね、はい、夜7時から生放送で、はい、生配信でお届けしているトベマンですけど、はい、8時半過ぎてます、はい、早っ、ね、あっという間だったね。ケンさん、いかがでした、こうやって初めてみんなで集まってこうバラエティみたいなことをやったわけ。いや、まずやっぱりあのスシローさんのおかげでみんなでね、贅沢な回転寿司を食べさせていただいて、なんか一気にあの楽しくなって、距離もほんの少し縮まったような気がします。こういうのってなんかちょっとみんな集まるのいいですよ、ね、いいね、ワイワイしてるのいいですね。アンピーのことだった、いや楽しかったですね。みなとか昨日からずっとワクワクしてたのもう、紹介できたのが僕使ってるんで嬉しいんですよ。なるほど、皆さんに選んでもらってこれとお届けできるのマジで嬉しいですね。なるほど、はい、どういうことか、もう大丈夫、緊張ほどけた。いや、もうそうですね、もう3歳ぐらい多分老けちゃったかもしれない。ブランとすぐ出ないと。そうですね、もう保湿して塗らないと、はい、ちょっと分かりたいと思います。そうか、そうか、初めだったからね、はい、ありがとうございます。そしてナンバーアイ、はい、ね、どうでした、実際。いや、なんか、うん、僕あえてそんな台本読まなかったんですけど、うん、あ、意外とそんな読まなくてもいけるもんなんだなって。いや、いいけどね、すごい頼れる先輩もお二人いらっしゃいますし、良さが出てた。最近、はい、すっごいもうあの楽屋でこうやってすっごい勉強してたよ。いや、ごめんなさい、本当に。いや、もう存分に甘えさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、本当に。ね、ナンバーアイさんからもちょっとあのお知らせがあるという。はい、おお、あの11月27日、あさってですね、ナンバーアイの YouTube チャンネルについに動画がアップされますので、ぜひ。やったー、やっと、はい、すみません、されんだ。そうなんです、はい、結構アカウントだけ前々からあったみたいなんですけど、うん、そこになかなか動画がアップしてなかったんですけど、うん、もうついにあさって、いや、楽しみですね。じらすよな、お前ら。超じらしかな。じらしてるわけじゃないんですよ。じらし好きなのか。じらし好きじゃないんですよ。ドキドキしちゃうんだから、もう本当に。はい、お願いします。はい、そちらもね、ちょっと頑張っていただきます。はい、お願いします。そして次回配信に向けてお知らせがあるということでございます。こちらの VTR どうぞ。ダイヤモンドヘッド、やだ、うまいね。どう処理したらいい。へぇ、ほら、充実してる背中じゃないですか。やったね、やったね。あ、楽しそうじゃん、みんなサップやって。
うわいいな。うわ。これにしてる。すごい。うわすごい。海が綺麗。何これ？わあ、楽しそう。よーいやー。次あれですね、クリスマスイブですね。おーおー。いや、今の見ただけでめっちゃ楽しい。やばいっすね。やばいっすね。あと三者三様のね。はいはいはい。すごいとこ行って。楽しそう。ケン君のボードを乗ってる後ろ姿を追ってる、あの背中が、ケン君もちゃんとハワイで楽しんでます。ロケしてんだから。めっちゃ楽しんでます。ロケしてるからね。頑張って、俺も頑張って。結構な本数やってましたね。2時間ぐらいいたもんね。そうですね。だいぶ。映像もあると思いますね。ナンバーワンもなんかウクレレ弾いたりとかも。そうですね。結構上達しましたね。上達した。本当？はい。結構ハマっちゃいそうで。持って帰ってたもんね。持って帰りました。持って帰りました。移動中のあのバスの中だいたい全員弾いてました。弾いてました。じゃあもうコンサートでウクレレ三昧。いやいや。三昧。あんまスリウクレレ三昧。見てみたいけどね。僕の言ってた期待を裏切るとそっちじゃない。そっちじゃない。そっちじゃないんだ。そっちじゃない。こういうのじゃないんです。楽しみだな。はい、ということで次回は12月24日夜7時ですね。はい、生配信を行っています。ございます。ということでクリスマスのイブ、クリスマスイブの夜を皆さん開けていただいて、はい、私たち一緒に過ごしていきましょう。イブに会えるってこと？そうです。イブに会えますよ。イブに会えるんだって。ねえ、ちょっとね、楽しみですね。はいはいはい。そうそう、今回でもさ、今回やってみて、なんか今やってみて、もうちょっとこんなことやってみたいとかある？なんか。どうですか、バッキーどうですか？そうです、すごい緊張したんですけれども、このロケの VTR を一緒に見れたりしたのもすごい楽しかったんで、こうコラボでロケとかあげたりしたら嬉しいなと思いますね。ちょっと混ぜた感じでね、それもちょっと面白いかもな。確かに今日バッキー自己紹介のところでなんか飛んでるからさ、ちょっと真面目なこと言うとあれってなるんですよね。大丈夫大丈夫。まあ個性あふれるね、このメンバーですけど、皆さんご視聴いただきありがとうございました。それでは次回12月24日夜7時にまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございました。今回の出番は美しい知恵、人へ、地球への後世とスシローの制作提供にてお届けしました。We'll be right back.
Thank you.